ヒュッサだよ。最近動画はあまり出してないけど、スーファミを作りたいわ。個人的に進めてます。最近のレトロゲームブームで少なからず新作カートリッジ出てますから、盛り上がってますね。今一番気になってるのはファミコンの8ビットミュージックパワー。これは1作目2作目と購入しました。ゲームというよりも音楽集の傾向が強いので売れてないみたいだけど、今でも新品が2000円程度で購入できます。これの最新作が5月に発売予定。携帯互換機でプレイしてると、やはり新作カートリッジはいいなとつくづく思います。メガドライブも新作は出てたりしますよね。音ゲーだったかな。やはり今のゲームってただ単に録音した曲を流すだけってのが多いけど、メガドライブとか内蔵音源や PSG で鳴らしてるので独特な雰囲気だったりしますから、それが良かったりします。スーファミを作りたいわ。そんな内蔵音源で曲作りをしようと企画したんだけど、スーファミ音源はとにかく規制が多すぎる。メモリもきついし、そんなこんなで最近はメガドライブのサウンドに惹かれてますね。音色サンプルから作らなくてはならないスーファミに比べ、FM 音源で音作りできるのはいいですね。最近は音色エディタも各種あり、そんなに音色作りに苦労することもなくなりましたからね。それでいて PSG が使えて、ファミコンライクなピコピコサウンドも追加できますし、打楽器系はサンプリングしてリアリティも出せますからね。あとメガドライブ開発環境もスーファミよりも簡単にできますから、実用に耐えうるサンプルもありますから、少し改造すればメガドライブ実機でプレイできるものを作ることも手軽にできますしね。いっそメガドライブを作りたいに改題しますか。今そんな新作を夢見つつ曲作りに励んでいます。ただ曲作りに関して DAW ではなくトラッカーでの作成は難しいですね。メガドライブ実機と互換性を保つにはトラッカーを使うしか手立てはありませんから。